じゃこんにちは。はい、豊さん。はい。また来ましたよ。豊の視点。まあ、3年生を振り返る。はい。ね。ところがちょっと今回はね。ちょっとね、イレギュラーなスケジュールで、うん、今回はセ・リーグだけ。はい。というのは、今日も同一カードをパ・リーグやるから、うん、振り返れないんだよね。そこで、やっと一区切りということですよね。そうそうそう。だからセ・リーグが、うん、昨日日曜日で、うん、切れたからね、3連戦。うん、だからまあ、とりあえず今日はセリーグだけ、はい、ね、振り返るという、はいはい、あんまりね、今まではちゃんと両方揃ってたんですけど、そうそうそう、今後はちょっとずれる可能性もありますかね。イレギュラーを起こすとな、うん、こっちも困っちゃうんだけどね。大変になっちゃうんだよ、ね、そうですね、大変だ、だいぶ入れ替わったな。だいぶ入れ替わった ねだけど本当に本当にまあこれはね、大きなね、いろんな出来事が今回ありました、うん、ありました。まあ、ね、あのギュッとこうね、順位がゲーム差なしで、なしというか少ない中でいるのでね、ちょっとしたことで、でも気分的にはやっぱり嫌だよね、いろいろ入れ替わると。そうですね、そうそうそう。まあ、ね、いくら少ないと言っても順位が下がるのは嫌ですよね。いや、そりゃ嫌だよ。はい、うん、ということで早速見てみましょう。はい、はいはい、今回はセリーグしかありませんので、はい、こちらが勝敗です。広島が3連勝、はい、DeNA がヤクルト2勝、はい、2連勝ですか、うん、はい、で、阪神、中日は阪神が2勝1敗ということで、はい、まず巨人、広島から、はい、ね、大瀬良第1戦目が、はい、山崎より、頑張ったよね、山崎も、うん、大瀬良相手に、2失点でいったのかな、ずっとな、うん、まあ、大瀬良も、うん、粘りのピッチングを見せながら、うん、まあ言ってたんだけど、まあ最後の最後に磯村が、うん、はい、まあ満塁ホームランを打つという、なんかみんなびっくりしましたみたいな、まあ、びっくりしたら、まあ、本人が一番びっくりしたのかわかんないけども、そうですね、まあだけど、だから磯村大丈夫かなって思ってたら、うん、満塁ホームランを打つという、うん、もうこのままの格好でフェードアウトしていくというね、フレームアウトしてフレームアウトしてね、はい、で、まあ第一戦は勝ったんだよね、はい、で第二戦、うん、アンドリースと森下、はい、森下が非常に安定しているというか、うん、ここのところずっと点を取られてなかったんだよね、はい、でやっぱり立ち上がりから非常に良かったんだけど、はい、アンドリースがさ、やっぱこうなんていうの、長野の最初のホームラン、うん、チェンジアップを打たれてからは、はい、あの変化球ばっかり打たれるのよ。だからそこら配球どうかならんかなと思ってたら、はい、長野に満塁、トネに変えるんだよね、うん、でそのトネからマネホームランを打つというね、うん、まあ2試合連続の満塁ホームランを食らって、はい、まあ一方的な試合になったんだけども、うん、まあでもその中でも森下に対して反撃を見せたりだとかね、うん、したから、まあ打線的にはそんなに悪くないなっていう風な感じでは見てたんだよね、うんうん、3連敗しなければいいなっていう風に見てたんだけど、うんうん、3戦目は高橋で野村という先発で始まったんだけどね、うん、まあその時にウォーカーのツーラン、中田のツーランで4点リードするんだよ、はい、まあ、だけど、まあ、広島の打線っていうのがね、うん、まあ、爆発したというか、満塁から代打、うん、堂林、ね、満塁ホームラン、またで2戦目は1イニングに9点取られたんだよ、全員得点なんだよね、うん、9人とも、なるほど、まあ、そういう攻撃、打者自重にしてもノーアウトっていうような状況だったの、2戦目はね、はい、で3戦目は一気に6点を取られてひっくり返されたと、うん、で1点差に詰め寄るんだけどさ、巨人も、はい、で中村と磯村がホームランを打って突き放していくという、うん、でこの時に笹岡監督が非常によく動いたよね、まあ、あの盗塁刺されても走らせてみたりだとか、うん、積極的に代打を使って、うん、まあ、道具会社なんかはホームランを打ったとか、うん、まあ、中村も代打でホームラン打ったとか、はい、まあ、そういう面ではすごく笹岡監督の動くこの采配が非常にズバリ当たった、うん、3連戦だったよね。うん、で巨人の方を見てみるとさ、はい、やっぱ先発が崩れるとリリーフ陣が耐えきれないね。で2戦目のトネっていうのは、まあ、別にトネを使おうが何しようがいいんだけども、はい、でもああいう場面でやっぱ勢いでいくとさ、うん、コントロールが良くないとやっぱ抑えられないよね、なかなかね、うん、まあ、勢いは感じるんだけどさ、打者に向かっていこうとするものは分かるんだけど、はい、やっぱ投げ損ないが多いから、うん、その失投を捉えられてのホームランとか、3戦目の高橋なんていうのは、うん、やっぱフォアボール連発なんだよね、うん、だからその前日のあの広島の攻撃を見てて怖かったのかどうかっていうのは分からないけど、
ど、なんかちょっと弱腰なんだよね。だからせっかく4点と取ってもらって、本当だったらスイス行かなきゃいけないんだけどもさ、やっぱその頭のどっかに打たれるんじゃないかというね、そういうものがこうこびりついてて、堂林のホームランなんかはさ、はい、その前のボールっていうのはまっすぐで空振り取ってんだよね、うん、桑原が、はい、打たれたのはカットボールなんだけど、うん、それもあるホームランという、うん、で堂林まっすぐ合ってなかったような気がしたんだよね、テレビ見てると、うんうん、だけどそこでカットボール持っていくという、うん、だからその3試合連発満塁ホームラン、はい、1991年以来、球団としては、うん、あの優勝したその91年以来の31年ぶり、うん、はい、で同一カードになると3試合連続の満塁ホームランは72年ぶりということで、そうだよね、まあ普通に考えても、うん、満塁ホームランっていうのはなかなか出ないものだよねじゃないですかね、うん、ところが3試合連続、しかも同一カードでっていうと、やっぱちょっとショックだよね。すごく印象に残りますし、ね、いや印象に残るし、やっぱそれだけ投手陣がやっぱ失投を投げてるということと、うん、あとはねやっぱ大城がちょっと疲れてるかなという、うん、まあ、気分転換にここら辺でキャッチャー変えてもいいかなというね、うん、まあ、そんな感じをした。やっぱこれだけ打たれるっていうのは確かに、その2戦目のアンドリースなんか見てて、はい、で変化球ばっかり最初打たれてるんだよね、うん、だからそういう面から言うと、まあ、外国人って言うこと聞かないんだけどさ、サイン出しても首振ったりとかするから投げたいのを投げる、投げたいのを投げるという、はい、まあ、手だからね、だからデータというよりも自分の投げたい球っていうのが、うん、まあその優先しちゃうんだけどもさ、はい、だからここら辺ねやっぱこう大城も大城のリードも、うん、まあ広島にはつかまれたかなっていうような気がする、うん、だから少しやっぱ巨人は考えた方がいいかもわかんないよね、ここのところはね、うん、はい、でもウォーカーの守備とかさ見てると、まあ献身的にね、うん、やってるし、まあなんかお母さんが来日してハッスルしてるみたいだから、うん、まあこれから先発を使ってほしいなっていうふうに思うよ。そうですよね、はいはい、続きまして DeNA とヤクルト、はい、今永で原樹との投げ合い、うん、まあいい投手戦だったよね、うん、で両先発投手には勝ちがつかなかったんだけど、はい、まあ、その中で DeNA の初戦、うん、まあ、やっぱり伊勢っていうのがさ、はい、やっぱこうセットアッパーとかに投げてくるんだけども、うん、非常に安定してるね、うん、まあ、そこら辺があの非常に頼もしく、うん、思えるよね、うん、で結局桑原がフォアボールで出て、はい、繋いで、うん、で佐野のセンターオーバーで進み、うん、エラーで帰ってくるという、はい、まあ、初戦サヨナラ勝ちをしたんだけどさ、はい、まあ、その中でやっぱりヤクルト、うん、村上のホームラン、うん、あれはやっぱこう村上っていうのはやっぱ感動的なことをするね、うん、まあ、みんながやっぱ苦しんでる時とかやっぱこう選手がね、うん、揃わない時にもう俺がやらなきゃいけないということは思ってると思うんだよね、うん、それをやっぱこう結果に出すっていうところがさ、うん、やっぱ村上ってすごいなっていう風に感じるしね、まあ、いつも気持ちが前面に出ていて、それがちゃんと結果に結びつくという、うん、メンバーが揃った時っていうのは、うん、ホームラン打って帰ってくると、うん、笑ったりニコニコしたりとかするんだけど、はい、だから今回のホームランって、ね、一切笑わなかったね、うん、だからそれだけやっぱこう危機を持ちながらやってる、危機感を持ちながらやってるということがすごく伝わるしね、うんうん、だから非常に精神的にも素晴らしい選手になってきたなっていうふうに、うん、もう感じる試合だったね、はい、1戦目はね、うん、で2戦目、はい、で浜口とサイスニード、うん、まあ、浜口の立ち上がりをね、まあ、捉えていくんだけど、はい、ヤクルトが、うん、ランナーサードで村上と勝負するかなと思ったら勝負しに行って打たれて、はい、でまあサンタナオスナとか、うん、まあ、サンタナが帰ってきたんだよね。そうですね、だからそれは非常に大きいことだけども、うん、やっぱ全員が揃ってのサンタナだからさ、うん、だからまあそのサンタナ一人帰ってきたからってあ楽になったっていうわけではない。やっぱみんなサンタナを含めたラインナップが揃って初めてお良かったなって思うけど、うん、やっぱでも頑張ってほしいよね、うん、まあ、そうですよね、すぐヒットを打ったりとかして結果は出してたけどもね、はい、だけどその浜口の粘り強いピッチング、うん、うん、まあ立ち上がりこそフラフラしたけどもね、はい、まあ、だけどまあ頑張ったと、はい、4勝目をつかんだと、うん、で一方サイスニード、まあ、最初良かったんだけどもさ、うん、やっぱ打線がつながるね、
うん、でアイデアもいいね。まあ、例えばそのデッドボールで出る、はい、桑原がセーフティーバントを決めるとか、うん、小沢佐野がタイムリーを打つとかね、うんうんうん、まあ、非常にあのつながる、うん、で牧がね良かったり悪かったりはしてるんだけども、はい、その次に打つ宮崎がやっぱ安定してるし、うん、で外が触れてきてるし、うん、で、まあ、キャッチャーもそのピッチャーによって変わるんだけど、うん、まあ、戸柱がね、うん、いいタイムリーを打つとか、はい、だから非常に今ねいい状態にめちゃくちゃあるね。なるほど、あの、うん、好調は続いているというような状況ですね。続いてるね。で、うん、夏男桑原って言われてたんだけどさ、はい、まあでも本当にあのホームランも打ったしね、2戦目の時に、うんうん、あの状態はすごく上げてきてるよね。なるほど、うん、だから給料分払わない、あの働かないとな、夏男の何を開けても何を、そう、その通りだよ、はい、だからあのなんていうの、積極的なその走塁もね、うん、見えるようになったし、はい、まあ、仕掛けるところは仕掛けるし、うん、だからやっぱこうチームの状態がいいと、うん、やっぱ監督の三浦大輔、はい、大輔の頭も多分冴えてくるんだと思うよね。なるほど、だから非常に今はね、あの、うん、友田ともすごく歯車があった、はい、まあ、野球をしてるよね、うん、で一方ヤクルト、はい、ね、やっぱ辛い、今回5連敗というふうになってしまいましたが、うんうん、今季 初めての5連敗だよね、はい、でもこれはやっぱりあれだけの主力を欠くとさ、うん、やっぱなかなかやっぱ勝てないしモチベーションが上がってこないし、うん、まあ、1戦目の西浦なんかさ、カット前にボールが戻ってきた、サードランナー止まってんのに、うん、なんかホームに投げようと思ってやめたのが手から滑って転々とする間に止まってたサードランナーがホームに突っ込んでサヨナラになったんだよね、桑原が走って、うん、だからそういう予期せぬことが起こるよね、うん、やっぱ気持ちが焦ってんのか、やっぱいない時にやらなきゃいけないとか、うん、もう少し楽にやれとは言わないけど、なんかこう自信を持ってやってほしいなと思うよね、うん、で2戦目も西浦がノーアウト1・2塁送りバントの際、これが決まらずに点にならなかったという、うん、まあ、シーンもあるんだけどもさ、まあ、西浦なんていうのは今年あの長岡にポジションを取られ、うん、焦ってると思うんだよね、はい、まあ、だけどしっかりしたプレーを今まではしてきて、はい、来てるわけだから、うん、だからもっと自信を持ってね、うん、やってほしいなっていうのは感じた ね、まあ、やっぱちょっとねこういう風な、うん、ケースっていうのが多分今までにももちろんないですし、うんうん、でまあね、そういう個人の背景なんかもあると、うん、ちょっと力が入ってしまったりとか、まあまあね、いつもの通りに平常心でできなかったりとかあるんでしょうけど、そういう時こそ、うん、っていうことですか、もうそういう時こそ平常心に自信を持って、うん、自分に自信を持ってね、そうプレーをしてほしいと思う、はい、ただヤクルトつらいよね、えこれどのぐらいまでオールスター開けて、うん、全員揃うかなっていうような感じがするよねという感じですかね、はい、はい、続きまして阪神中日、はい、まあ、1戦目は青柳、うん、で中日は上田というピッチャーが投げたんだけども、はい、やっぱ青柳はねさすがだわ、うん、なんかこう青柳投手投げると毎回このコメント出ますね、うん、中日の方もね、うん、2人だけかな右バッター、はい、あと全員左並べたんだよね、うんうん、でその中で、まあ、青柳が10勝1番乗りという、うん、防御率は 1.37、はい、まあ、素晴らしかったんだけどもさ、ただね青柳も非常に調子悪かったんだよねこの日、うん、でね外のシンカーを投げるんだけど決まらず、はい、それを投げると打たれるというね、うん、ストライクを取りに行くと、まあ、そういう展開だったんだけども、はい、途中から変えたね配球を、やっぱね左の懐にインコースに突っ込んでいくようになったわ。なるほど、だからそれをそういう変わり身が1試合の中でできるっていうのがやっぱ10勝投手だな、うん、うん、もう臨機応変にというか対応能力というか、そう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 、うん、だからもうその1戦目はもう青柳で勝ったというね、うん、ことを言っても過言ではないよね、うん、まあ内野のミスもあったんだけどもさ、はい、それをものともせずやっぱり10勝1番乗りで持っていくっていうのはね、はい、まあ素晴らしいよね、うん、まあその中で北条が難しいインサイドのボールをさ、うん、ツーランするんだよね、うん、うん、それで勝ったんだけどもさ、はい、やっぱこうなんていうの、そういう矢野監督の差しどころ、あの北条も地道にはね
あの結果は出してきてるの、はい、でここで使って、うん、ここで結果を出すという、まあこれだと乗っていけるだろうなっていうようなね、はい、そういう選手起用だったよね。うんで2戦目、はい、才木と大野。才木も前回良くて、まあ、涙の復帰登板だったんだけども、はい、それがフロックじゃないだろうなっていうふうに、まあ、楽しみにしてたんだけど、うん、もう全然フロックじゃないね。うん、まあ、いいピッチャーだわ、やっぱ力もあるし、うん、コントロールもいいし、うん、で大野と堂々と投げ合いながらね、うんゲームを作っていくというね、はい、だから非常にまた頼もしいピッチャーが、うん、まあ、一人もう信じれるピッチャーが出てきたということ、うんうんうん、で大野がなかなか勝てないんだよね、これはね、うん、大野に勝ち星がつかない。ちょっと今季は結構そのあたりが苦しいですかね。そうだね、うん、だけどゲームを壊すっていうことはまあそんなになくて、うん、まあ、大野らしいピッチングっていうのは、まあ、展開はしてるんだけども、はい、まあこの試合は延長になり、うん、三俣が犠牲フライ、まあ、平田がね、なんていうの、突き放すホームランを打ったというね、うん、まあ、平田も今季1号、うん、もう久々の平田らしい当たりを見たけども、うん、まあ、平田とか帰ってくると非常に頼もしくなるよね、うんうん、で層も厚くなってくるし、もともと平田なんていうのは打てるバッターだったから、うん、だからもっともっと活躍しなきゃいけないよね、うん、はい、で3戦目ガンケルと柳の投げ、はい、ね、うん、もう柳の安定感どうだろう、ガンケルちょっとねここのとこ打ち込まれてるけども、はい、どうなんだろうと思ったら、まあ、初回にドラマがあったんだよね、うん、中日の攻撃、はい、でサードの佐藤がエラーをし、うん、一塁に出た、うん、で牽制をしたら暴投になった、はい、で犠牲フライで先制点を取られるんだよ、うん、あ、これどうなるかなと思ったら、はい、あ、その裏、1、2番がポンポンと連打をし、近本のバント、うん、これを柳がミスをするんだよね、今度はエラーをし、ノーアウト満塁、はい、ノーアウト満塁から佐藤がカーブをライト線に、ヒットとい う, うん、でそれで逆転というね、うん、で1、3塁から、ね、佐藤が走り、ダブルスチールで近本がホームに帰ってくるとい う, うもう鮮やかな逆転劇だったよね。その後全然ゲームが動かないんだよ。やっぱさすがに、まあ、ガンケルなんか2回から7回までノーヒットじゃないかな。そうですね、そうだよね、で、はい、で柳もやっぱ要所要所締めて、うん、やっぱいいピッチャーだよね、うん、まあ、あのミスがなければっていうふうに思うんだけども、うん、まあ、だけどそういう展開でね。でも8回中日が最大のチャンスを迎えるんだよね、はい、でワンアウト満塁、うん、代打に平田、昨日ホームラン打ってる、うん、はい、ね、そういうバッターを代打に差し込んできた、うん、三振だったんだよね、うん、まあ、ガンケルのね、やっぱ昨日のピッチングっていうのは、うん、まあ、非常にこう隙がないというかね、うん、で次1番に戻った大島、低めの変化球で、まあ、セカンドゴロに打ち取り、まあ、勝ち投手をもぎ取っていくんだけどもさ、はい、やっぱりダブルスチールだとか、うん、まあ、阪神の点の取り方、まあ、大山がいないんだよね、はい、だから佐藤にかかる比重っていうのはすごく大きかったんだけども、うん、ここのところ佐藤があまりいい感じで打ててなかったんだけども、うんうん、もうこのタイムリーで、まあ、その後続いて3本タイムリー、まあ、3本猛打賞になるんだけども、はい、非常に感じは上がってくるかなっていうようなね、うん、まあそんな感じがするよね。3連戦でした。はい、ね、こんなはずじゃなかったの連続というと、まあ、いくつかなんか今話した中にもこんなはずじゃなかったってことはまあ巨人だよね、3本ホームラン、満塁ホームラン打たれるかって、まあ、一番はそこですかね、うん、まあ結果がね、それ3連敗というのもありますが、セ・リーグの中で一番ホームラン打ってるチームと一番打ってないチームだからね、うん、でここにホームランを、満塁ホームラン3本打たれるという、うん、3試合連続という、うん、でもこの笹岡監督の冴えっていうのはあったね、うん、今回はね。なるほど。でもね、勝負しに行った、うん、でここで九里を3戦目に使ったんだよ、はい、野村の後に、はい、で九里って先発ピッチャーじゃない、はい、だけどここでね、うん、やっぱオールスターまでの計算をしたね。なるほど。で九里が勝ててないんだよ。あ、そうですね、で逆転した時に九里を行って、うん、
勝ち投手にしたんだよ、はい、これで九里の流れが変わったら、うん、広島もっと行くかも分かんない。なるほど。で巨人は何もできなかったということ、コッパみじんにされたということだよね。ホームランが出てても結構な大差で負けてしまったりと、ね、いうことでしたから、ホームランで勝つチームが、うん、ホームランで負けるというね、うん、それがまあこんなはずじゃなかった。そうそうそう。で DeNA の方はもう本当に最高につながったね、うんうん、で本当は3連勝も目論んでたんだよ、はい、やっぱヤクルトがやっぱメンバーが落ちてるからね、うん、だからその中で1戦目雨で中止になっちゃった。そういやいや本当に粘ったんだけどさ、何としてもやりたかったと思う。そんな感じはありましたね。まあチームの状態も良かったしね。ただ試合開始の頃が一番降ったという、ね、そうそうそう。で阪神中日、はい、ね、まあ阪神の方は大山がいなかったんだけども、うん、まあ佐藤が頑張ってくれてみたいな、まあこんなはずじゃない、もう当然やってくれなきゃいけない、うんうんうん、ね、まあそういうこと、まあ大野が勝てない、はい、大野と柳、うん、ね、これはやっぱこう勝ちを取りに行ったピッチャーで、うん、こんなはずじゃない、大野には勝ちはつかなかったけどその試合勝った、はい、だけど柳は負けたという、うん、ね、こんなはずじゃなかったのにみたいな、はい、まあそういうことの連続でした。はい、ね、でもなんか いつもと違うことが起こりましたね。そうだね、はい、順位表をちょっと見てみたいんだけども、はい、セ・リーグ、パ・リーグともに今の順位で、今の順位ね、はい、パ・リーグはね、はい、はい、この時点の順位です、はい、で、セ・リーグ、うん、大きく動きましたかね。まあ、大きく変わったのはやっぱり巨人が2位から巨人が5位に下がったということだよね。そうですね。1位、6位以外は、うん、こう入れ替わりというか、うん、移動というかですね。まあそうだね。2位が広島、3位 DeNA、 位、まあここはね、もうゲーム差ないから、はい、まあ、ほとんど一緒ということだよ ね、まあ、で阪神が1ゲームに追ってるという、はい、で巨人がちょっと離れちゃったということだよね、まあ、ほぼゲーム差がないと言っても5位というのはちょっと、まあ 1.5 ゲーム差の中に4チームいるわけだから、それはまだまだ混戦だよね、うん、まあ、5位に下がったからといってもすぐ2位に上がるよ、うん、連勝すれば、うん、まあだけど今の状態で連勝できるかどうか、目まぐるしい順位変動って書いてあるけども、はい、まあだけど巨人は次のカードヤクルトなんだよ。そうですね。で今日菅野なんだよ。ここを取らないと巨人は沈んでいく。大変ですね、うん、だからおそらくローテーションから言うと、うん、まあ菅野、まあ統合をメルセデスぐらいで来ると思うんだよ、うん、ここはやっぱりヤクルトに、今のヤクルトに3連勝できないようだったら巨人は多分落ちていくよ。で DeNA は中日とバンテリンで、はい、うん、まあここら辺はどう戦うか、はい、バンテリンっていうのは球場広いしホームランが出ない、うん、でもこうつなぎの今や野球をやってるから非常にいいんじゃないかなっていうのは気もするしね。で阪神広島、はい、広島阪神か、うん、松田ね、これまたそこ何か起こりそう、もしくは変わらない、分からないですけど、まあ、阪神は広島に対して、うん、部が悪いんだよね。そうですよね、うん、ただなんか前回の対戦で勝ちましたよね。前回勝ったね、なんかそういうこともあるので、まあ、流れがちょっと変わってるかもわかんないよね。ただ広島は絶好調だから、ね、そうなんですよね。で阪神も悪くない。そうですよね、悪くはない、うん、ピッチャーはもう安定してる、うん、だからそこら辺、ここら辺でまた次の3連戦で、まあ今日からの3連戦か、はい、でまあこういう変動があるかもわからないけども、やっぱり一番まあ危機感を持たなきゃいけないのはやっぱ巨人だよね、うん、今のヤクルトね、戦力ダウンしてるヤクルトにしっかり勝てるかどうかっていうのが、うん、でヤクルトはまだ一人一チームだけ貯金があるわけだから、うん、まだ慌てることはない、はい、ね、まあ、はい、ここは巨人はうまく切り替えをしていかなきゃいけない、まあ、それもちろんそうだね、うん、はい、まあ、あの連戦なのでね、はい、なかなか難しいところもありますが、まあ、まあだけどやっぱここら辺やっぱオールスターまで正念場だからね、うん、まあ、頑張らなきゃいけないという、はい、でパリーグの方は、はい、まあ、そんなに大きな変動はないんだ、まあ、オリックスとロッテが変わったぐらいで、はいはい、まあ、変わったってまだこの同一カードの3連戦やってるからね、うん、はい、まだ、この振り返りはやらないけども、はい、まあ、昨日までの順位とゲーム差はこうなってますということです、はい、
日本ハムの連勝がちょっと止まってしまっていましたが、持たなかったな。そうですね、まあ、だけど、まだ、まあ、いい野球やってる、うん、楽しみですね、うん、ただ加藤と噂が戦列を離れたという、ちょっと離脱、コロナと、うん、骨折という本当骨折はちょっと心配ですね。8週間かかるとか言ってた、2ヶ月ぐらいかかるって言ってたから、まあね、ちょっと痛いけども、そうです、ね、まあでもビッグボスはあの選手の戦力ではやらない、戦略でやるタイプだから、うん、なるほど、まあ、ここら辺のまた手腕を見せてほしいなというふうに思います。なるほど、はい、はい。